人生のおばあちゃんが大事に愛していました。おばあちゃんがアルハイマーと診断された時には、私はアルハイマーに生かれないためになっていました。でも人生が一生続けられて生かれないためになっていました。しかし完璧に理解するのには私はまだ幼すぎました。お母さんは自分のいい場所をするだと私は言いました。おばあさんが感動する同じ内容の話を私は聞き続けました。おじいさんがおばあさんの何年もは良かったのですか。この強いおじいさんで最後の愛する女性を相手に諦めてしまう様子は心を許したのです。おばあちゃんが私のお名前を知った時は嬉しくなかったのですが、おばあちゃんが自分自身の名前を知った時は嬉しかったです。でも一番嬉しかったのはおじいさんが忘れた時でした。確かに二人の恋人の関係を引き裂く、関係を期間によって引き裂くしていません、ね。まあ、引き裂くと違います、うん。まあ、しかし、もしかすると、私の考え方は間違っていたかもしれません。もちろん、おばあちゃんと話すことができるのは、おばあちゃんは時間が人と人の関係を引き裂くことを気にしなくてもいい。この人と一緒に時を過ごせること期待が奇跡なんだよと言うと思います。人生にあえて時間の永続的なものでさえ放出されていません。私たちは一緒に時間が過ごすことができなくても困ります。おじいちゃんは自分は結婚した時の彼女ではありませんと私に言いました。おじいちゃんがおじいちゃんは婚事に通って亡くなったら私に言いました。私に打ち明けました。この時は私は時間が関係を引き裂くと勘違いにしていました。しかし今、ようやく痛いようになったと思います。ありがとうございました。